名前を呼ぶよブリッピー。おう、やっほー。はい、僕はブリッピー。今日はワシントン州のハンズオンチルドレンズミュージアムに来てるよ。本当にワクワクしてるんだ。いろいろなことを学べそう。はは、行くよ。はあ、はい、ここがどこかというと建物を作る場所だよ。失敗しちゃった。いいかい、ここでは置いてある木のパーツで好きな形をこうして組み立てていくんだよ。こっちは完成間近の家だね。見て、ここに屋根があって、家の骨組みと他にも壁や何でも揃ってる。足りてないのは屋根の一部と、そして砂利だ。家の中には当然砂利が必要だよね。そう、床に砂利を敷くんだ。僕らはカーペットとかタイルなんて使わないよ。砂利を敷くんだ。それじゃこれの出番、ショベル。よしと、それから移動にはダンプカーを使う。ウィーン、ウィーン、ウィーン。よし、現場の近くに到着したぞ。ダンプカーの後ろから砂利を下ろしに行こう。いいかい、シャベルを持って手押し車に乗せよう。それから持ち上げる。うわ、うわ、よし、着いた。いいぞ。それじゃ石を集めていこう。大きいよ。うわ、うん、うん、あ、ずいぶん大きな石だ。これがあればきっと素敵な床に仕上がるはずだ。うわ、いいぞ、あと一息。うわ、あ、よし、それじゃこれを家まで持って帰るぞ。ああ、いいぞ。う、手押し車は便利だね。重いものを楽に運ぶにはうってつけだ。うわ、どうやって中に入れよう。そうだ、考えがある。木の板を使うのはどうかな。もともとは屋根だけど、こんな風に家に立てかけて、そこに手押し車を乗せて走ると、それじゃあ中に石を入れるよ。これでよし。ははっ、いいね。この床を見て、素敵な石畳の完成だ。やったね。よし、じゃあここに残りの屋根を取り付けよう。こんな風にね。ふ、ああ、きつい一日だったね。ああ、ふう、これでよし。とっても素敵な家ができた。はあ、疲れちゃった。ねえ、でも他の部屋に行く前にここにある道具をチェックしよう。これ見て、いろんな道具があるけど、これは何かわかる？これはジャックハンマーだ。動かしてみよう。うん、おお、素早く上下して地面を掘るんだね。うわ、いろいろ揃ってる。見て、ここに巻き尺がある。物の長さを測るんだ。うー、これは電動の充電式ドリルだ。これなら時間をかけて手で穴を開けずに済むね。これでウィンウィンウィンだ。おお、大きな金槌だね。見た目はハンマーに似てる。でも頭の部分がかなり大きい。あとこれを見て、エアー、釘、打ち木だ。これは屋根を固定するのに使う。そう、釘でね。カチッ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 。ああ、ああ、はーい、今のは冬眠中のクマの真似だよ。
クマは眠って冬を越すのが好きなんだ。暖かくして過ごす。雪の下でね。お、雪といえばここを見て、スケートリンクだよ。イエーイ、水は冷えると氷に変わるんだ。それじゃスケートに挑戦してみよう。見て、まずは靴下を選ぶんだね。迷うな、どれにしよう。これが良さそう。いやー、ちょっと待って、これじゃ小さすぎるぞ。戻しておこう。どうしようかな、これはかっこいいね。よし、それじゃ靴を脱ぐよ。もう靴下は履いてるけど問題ないよ。とってもかっこいいね。今履いてる靴下の上から重ねる。準備はいい？はは、3、2、1。わーはー、うわー、ツルツルだ。うわー、氷は滑りやすいね。わーはははは、さっきは氷だって言ったけど、実はこれ練習用なんだ。競技名は靴下スケート。あはー、ね、いいこと思いついた。君に僕のダンスを見せてあげる。フィギュアスケートに挑戦するよ。準備はいい？音楽スタート。それじゃあ下に降りてみよう。ちょっと待てよ、このミュージアムが面白いのは、下に降りるときに階段と滑り台を使えるってとこ。イエーイ、青い滑り台だよ。行くね、下で会おう。一瞬で下に降りられたよ。イエーイ。うおー、ここはオリンピア校だね。うわあ、これを見て、とっても大きなクレーンだね。うわあ、見て、ここに丸太が落ちてる。ほらね、この2本の丸太は木材になるんだ。よし、フックに吊るしておこう。丸太が1本、そして2本、3本、おっと、2本か。これで3本。よし、それじゃあ持ち上げるよ。イエーイ、フフー、いい調子だ。よし、船から下ろして丸太を陸に上げてしまおう。うまくいったぞ。やったね。それじゃ次に行こう。僕飛んでる。空を飛んでる。イエーイ。わお。イルカだ。ねえ、これを見て。うわ、面白そうな装置だね。ゴム製のアヒルをここに置くと、水と一緒に下流に向かって流されていくんだ。ウィー、あは、その調子。わお、おい、あは、あは、あは、青が勝ちそうだね。あは、緑は止まってる。またね、緑。イエーイ、青だ。あは、うわは、すごい。これ見て、こういう乱れのない水の流れのことを総流って呼ぶんだよ。おう、おう、見て、これ中には蒸気があるよ。うわあ、はは、手が濡れちゃった。お、チューブが2本あるぞ。中から蒸気が出てきてる。よし、こうしてみよう。うわあ、パイプをつけると
蒸気の行き先を変えられるんだね。面白いね。これはすごいぞ。なんだろう、水でできた竜巻みたいだね。タイトルは火山だって。かっこいいね。ね、下にボールがあるよ。おっと、ボールが一つ、そして二つ、どこに行った？三つ、四つ、一つ落として三つだ。もう一つ持っていこう。よっと、これで四つだ。それじゃ向こう行こう。おお、この穴にボールを入れるんだね。一つの黄色いボール、一つのピンクのボール、一つの赤いボール、一つの紫のボール。うわあ、どこに行ったんだろう。さっぱりわからないね。確かめてみよう。3、2、1。うわあ、イエーイ、やったぞ。ちょっと待って、ボールが5つあったよ。なんで？イエーイ！やはははは！おっと、気をつけて。僕が今乗ってるのはパトカーだよ。ハンドルだってついてるし。うわあ！サイレンも鳴らせる。もちろんライトもある。うわあ！ここすっごくうるさいよ。降りよう。やっぱりパトカーは最高だね。こっちも負けてないよ。消防車だ。うわー、かっこいいよね。消防車は家とか建物とか火事の現場に駆けつけて火を消すんだ。うわー、すごい。ここを見て、中の運転席に座れるみたいだよ。うわー、サイレンが聞こえる。うわー、おー、ライトもついたよ。あー、いいね。消防車は大好きだ。その多くは赤色をしているよ。おっと、赤といえば見て、これは救急車だよ。うわあ、はは、後ろは大きな箱のようだね。見て、こっち来て。おお、ドライブしようか。救急車は病気や怪我で困っている人たちを助けに出動する車だね。おお、あは、行こうか。救急車の運転席にもきっとライトとさらにサイレンがあるはず。おお、入り口はこっち側か。じゃあ救急車を運転するよ。今どこに？どこって、今僕がいるのはチルドレンズミュージアムです。おお、ライトもつけたよ。出発だ。困ってる人を助けよう。はあ、ここには他にも人助けする乗り物があるよ。ずっと上にね、あれが見える？空を飛んでるよ。捕まえに行こう。似てはいるけれど飛行機ではないんだ。空を飛ぶものだよ。ローターを使ってるんだ。ジェットやプロペラじゃない。まあ例外もあるけどね。とにかくこれはヘリコプターだ。おお、これも操縦してみよう。うわ、うわあ、いいかな。あー、今行くよ。このヘリコプターも困っている人を助けるときに使われるよ。さらに火事を消しに行くこともある。いろいろな使われ方をするんだね。うわー、ウィーンウィーンウィーン、おー、あは、ウィー、あはは、おー、今日はとっても楽しかったね。ワシントン州オリンピアにあるハンズオンチルドレンズミュージアムからお送りしたよ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリ
ブレッピー、やったね。よし、行くぞ。ポッポーポッポー、あはは、ウィー。はーい、僕はブリッピー。ここを見てよ。今、マリーナに来てるんだ。そう、マリーナはこんな風に船を止めておく場所なんだよ。はは、素敵だね。そうだ、こっちに来て。うわあ、今日はマリーンライフセンターを訪れるよ。ワシントン州ベリンハムだ。一緒に素敵な海の生き物たちについていろいろ学んでいこう。イエーイ、魚って大好き。ふふー、行こう。わあ、こんにちは。君は誰？はい、私はケイシー。あなたは？はじめまして、僕はブリッピー。何してるの？天井に海にいるお友達の絵を描いていたのよ。わあ、あれはサメかな？そう、シロザメよ。すごいね、絵がとっても上手。ところで、マリンライフセンターを見て回ってもいいかい？どうぞ。わあ、素敵な場所だね。うわあ、それじゃあ海の生き物について学んでいこう。イエーイ、行くよ。わあ、すごいね。ほら見てよ、これはガンギエイだ。見えにくいよね。なぜなら周りの石にうまく溶け込んでいるからだよ。ほら、僕もここにいる生き物と見分けがつきにくいよね。なぜなら同じ色だから。ガンギエイも石と同じ色なんだ。これをカモフラージュっていうよ。うほほ、こうやって敵から自分の身を守っているんだよ。うほほ、うお、この水槽を見て。かわいい魚が何匹かいるね。ハロー、やー。うわー、泳ぎ回ってるよ。なんだかとっても楽しそうだね。お、何かあるよ。これは海藻かな。それと石だね。そうだ、ケイシーは中にウナギがいるって言ってたよ。おお、今から餌をあげるって。イエーイ。ブリッピー、ウルフイールは見つけた？穴の中に隠れているのよ。時々お腹がすくと姿を現す。不機嫌そうな顔をしてるけど私の友達よ。お腹を撫でられるのとおやつが好きなの。好物はエビよ。餌をあげてみましょう。わあ、とっても素敵な場所だね。海の生き物って大好き。これを見て。うわあ、この入れ物の中にクモガニがいるよ。見える？ほら、ここだよ。ちょっと海藻をどけてみよう。おお、見えたね。このクモガニが面白いのはカモフラージュをするところだ。食べることで変装することができるんだ。つまり薄茶色のものを食べれば体の色も薄茶色に変わっていくんだ。もしくは濃い茶色のものを食べるとこの海藻みたいなね。すると海藻と同じ濃い茶色に変わる。うわ、すごいよね。おお、見て、エビだよ。やあ、エビさん、とっても可愛いね。ペットになりたい？ほーら、おいで。おお、ほーら、とっても可愛いね。そうだ、エビといえばこれを見て。うわあ、エビにそっくりだよね。そう、これはエビの殻だよ。うわあ、エビやカニはこうやって殻を脱ぐ、脱皮だ。そう、これは体の一番外側にある殻、それを脱ぎ捨てるんだ。つまり、おっと、これはただのエビの抜け殻だよ。脱ぎ捨てられたんだね。おお、この子たちを見てよ。うわあ、これはどちらもヤドカリだね。うわあ、貝殻の中で暮らす甲殻類の仲間だよ。うおー、触るとどうなるか見ていてね。殻の中に入っていくはずだよ。よし、おっと、今の見た？うわあ、ほら、さっきは顔を出してたけど今は身を守るために隠れちゃったんだ。それじゃあ元の場所に戻してあげようね。うわー、見て、この水槽、こっちにはカニがいるね。
魚も泳いでる。素敵なものがたくさん詰まってる。海藻もね。向こうに魚がいるのが見える。ハロー魚さん。はい、お腹空いてる？いいね、これを見て。ここの魚たちのために美味しいご飯を持ってきた。魚に必要な栄養がたっぷり詰まってるんだよ。そう、僕たちが野菜を食べるのと同じことさ。体にいいんだよ。さて召し上がれ。よし、ほーら。わー、たくさんの貝殻だ。とっても綺麗だね。これはすっごく大きいよ。見て。うわー、僕の手と同じくらいある。うわー、よいしょと。おお、こっちはツルツルだね。うわー、おっと、これはすっごく尖ってる。はは、うわー、見て、こっちのも尖ってるね。小さなトゲがたくさんある。あは、おお、どれも素敵だね。おっと、見て、これは何かな。ほら、ぬいぐるみがあるよ。このぬいぐるみはアカエイだ。ウィーウィー、そうだ、ひらめいた。この場所を探索して他のぬいぐるみも探してみよう。あは、おっと、これを見て、大きなウミガメがいたよ。おお、ウミガメってかっこいいんだ。水中を泳ぐ姿はとっても優雅だよ。スイースイースイー、とってもかわいいね。よし、戻しておこう。うわー、見てよ、これは2匹の鮭だ。うわ、こっちは卵を産む頃だ。もう1匹は違うようだね。おお、この泳ぎを見て。うわ、鮭ってとってもかっこいいね。すっごく大きくなるんだよ。よし、この2匹は少し小さめだね。こっちに置いておこうかな、落っこちないように。わあ、見て見て、アシカだよ。いい？このぬいぐるみはとっても小さいけど、本物はすっごく大きくなるよ。鳴き声はこうだ。うう面白いよね。はー、すごくかわいい。それじゃ、これは元に戻しておこう。うわー、ここにもいるね。うわー、大きな二枚貝だ。見て、硬そうな殻だね。ほーら、おお、見て、開いたよ。中には何があるかな。そう、これは真珠だね。うはは、とっても綺麗だね。おお、輝いてる。あ、真珠は貝の中に異物が入ることで作られるんだって。本当の話だよ。おお、ここを見て。わあ、別の貝殻だ。あら、これはヤドカリだよ。イエーイ、見てよ、ほら、ハサミだ。ヤドカリはこうして身を守るために殻の中に入る。地面に置くとこんな感じ。そして顔を出す。ひょい、張って移動してまた中に戻る。よし、これはここに置いておこう。よいしょっと。うわあ、ここにもいるよ。ほら、これは魚だね。見て、すごく平らだよ。平たく横たわってる。2つの目は体の上についてるよ。見て、彼らは海の底で生活しているんだ。この名前はオヒョウだ。オヒョウはすんごく大きくなる。このぬいぐるみは小さめだね。おお、ものすっごくかわいい。なんて名前か知ってる？ヒーン、ヒーン。今のがヒント。そう、これはタツノオトシゴだ。ほら、馬に似てるでしょ。おお、かわいらしい尻尾だ。それにこれを見て、小さなポケットだ。タツノオトシゴの赤ちゃんが入ってるよ。うふふふ、はーい。うわー、すごくカラフルだね。うふふふ、よし、じゃあ次は。うわー、ここにもいた。ほら、これを見てよ、海の殺し屋だ。そう、シャチだね。
うわあ、とってもかわいいよね。うわあ、これはタコだね。タコはとっても頭がいいんだよ。そして8本の長い腕、触手がある。うう、この吸盤で物にしがみつくんだよ。よし、戻しておこうか。あ、おっと、見て、ここにはクジラもいるようだね。おお、クジラもすっごく大きくなるんだよ。巨大な体で水面に出て息をするんだ。こうしてプシッ、そして空気を吸って水中にまた潜る。長い時間水中にいられるんだよ。おっと、これを見て、白イルカがいるよ。おお、眩しいくらい真っ白。あはは、見てよ、雪みたいに白いよね。ほんと、白イルカは寒さがすごく厳しいところで暮らすのが大好きなんだよ。うお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 う。うわあ、これを見て。ね、これは何？これはカニカゴよ。嬉しいことに今日はたくさんのカニがかかってる。いや、すごいね、たくさん取れたんだね。なんて種類のカニなの？イチョウガニ族の食用ガニよ。アメリカイチョウガニに似てる。今まで見たことはある？うん、もっと小さかったけど。そうなのね、うん、これは大人のサイズよ。わあ、カゴから1匹出してよく見てもいい？そうね、じゃあ2匹出してオスとメスの見分け方を学びましょう。オッケー、面白そうだ。うわあ、これを見て。ここにカニが2匹いるよ。よし、それじゃあどうやってオスメスを見分けるの？じゃあ早速教えてあげる。最初はメスから始めましょう。この子よ。まずお腹を見るの。優しくひっくり返してね。すごくおとなしいわね。メスはこの三角形の部分が大きめなの。オスよりもね。お腹に卵を抱えるからメスのお腹にはある程度余裕が必要なの。オスには必要ないわ。それじゃあこっちがメスでこっちがオスだね。その通り。お、見てごらん。うわ、とっても面白いね。それじゃ、ここでカニの真似をしちゃおう。おーほほーほほー。はははは、海の生き物についてたくさん学べてすごく楽しかった。イエーイ、かわいい魚やいろんな生き物に出会うことができたね。うわ、あの子たちはみんな水の中で暮らしてるんだよ。僕らは陸の上で暮らしているね。だから水をきれいに保つのはものすごく大事なことなんだよ。イエーイ。さて、今回はこれでおしまい。でももっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー、ブリピー、やったね。よし、じゃもっと学んでこよ。ハロー。はい、僕はブリピー。どこにいるかわかる？そう、ここはファンタスティックプレートリウム、ワシントン州のタコマモールにあるよ。行ってみよう。うわー、はーい、こんにちは。よし、こっちだよ。まずはじめにここで靴を脱ごう。一つ、二つ、またねー。うわー、これを見て。うわあ、はは、面白かった。くるくる回ったよ。おっと、ピアノだ。素敵な曲でしょ。うわあ、こんなところに円を見つけたよ。こうやって中に座ると体ごと回って逆さまになるよ。うわ、上下逆さまになるのは一回だけ。ねえ、見て。よし、滑るぞ。ウィー。はそして最後はこれ、たくさん回るよ。ウィー、うわー、ほらもっと回るよ。うわー、
うわお。なんだかもうクラクラ。うわお。うわお。うわお。すごいね。ここにあるボールをここに入れて打つよ。わあ、飛んでいったね。当たったか的を見に行こう。わあ、とっても面白かったね。的は外したけどかなり惜しかったよ。見て、的といえばこれだ。的があるよ。うわー、的の色が見えるかな。じゃ外から行ってみよう。まずは赤色、黄色、緑色、紫色、青色、最後に赤色。的の一番真ん中をなんて呼ぶか知ってるかい？そう、あれはブルーズアイだ。イエーイ、シュー。もうもう。わあ、ここにボールがあるよ。わあ。ウィー。よし、それじゃここに入れてみようか。そしてボタンを押す。これは面白いね。空気がボールを押し出したんだ。この下の入り口から上へとね。そうだ、試してみよう。いくつボールを持てるかな。おお、一つ落とした。よし、数を確認するよ。今の見た？2個落としたよ。今のも数に入れよ。3 4 5 6 7 8個だ。うわー、ずいぶんとたくさん持てたね。それじゃ色を確認してみよう。いくよ。まず赤色、紫色、そしてオレンジ色。おお、ボール3つでやることといえばあれだね。いくよ。おおお、うわ、イエーイ。見て見て、バランスをとってみたんだ、円の上でね。わお、見てよこれ、なんだろう。トゲだらけだね。ウフー。イエーイ。よーし、次はもっと早く回そう。うわー。それじゃ次は反対回り。うわー。よーし、じゃあ次はゆっくり行くよ。ウフー、面白いね。さあ行くぞ。さあついてきて。見て、ここだ。今歩いてるのはサボテンのトゲの上だ。あ、これを見て。うわ、挟まって抜けない、潰されちゃうよ。これは2つの大きなオレンジの円柱だ。行くぞ。うん。はあ。ああ。出られた。よし、先に進もう。うわあ、これ見て、ブランコみたいだ。ウィー。ウィー。とっても楽しいね。リラックスできるよ。ブランコに乗ったことはあるかい？へえ、遊び場とか公園でかな。とっても楽しいよね。もっとゆらゆらさせるためには体を前に倒すんだ。前に前に、次は後ろに倒すよ。後ろ前、後ろ前、後ろ前。
面白かった。それじゃ次はあっちに行こう。よし、次はこれを飛び越えるよ。回る円柱だ。ところでこれは何色だろう。そう、これは青色と黄色だ。それじゃ行くぞ。よっ、うっ落ちちゃったよ。うわははは、ねえこれ見て。バランスをとっているよ。色を見てみよう。うわおうわうわお。よしたいい。デザインは的に似てるね。これは何色が使われてるかな。僕の好きな色が2つ入ってるよ。じゃあ外側から見ていこう。真ん中に向かうよ。まず一番外の色はオレンジ色だ。君も知ってるね。これは何色？そう、黄色だ。真ん中の丸の色は？そう、青色だね。僕の好きな色が2つ入ってる。青とそしてオレンジ色。うわお。行くよ。またバランスだ。うわお。うわ。青とオレンジのゆらゆらする板だね。すっごく面白い。うわあ、これは難しそうだぞ。よし、挑戦してみよう。行くぞ。ふう。うわあ。くるくる回ってる。こっちも行くぞ。うわあ。よし、何回回れるか。最後のこの円盤で数えてみよう。行くよ。1、2、3。やったね。目が回っちゃったよ。うわお。おっと。うわ。よし、次に僕が挑むのはバランスだ。うわ、お、うわ、うわ。回ってるのが見えた。ただ立つだけでもすごく難しいよ。よし、それじゃ、うわあ。よし、そっちに行くよ。赤色、緑色、灰色。はは、うわあ、これを見て。いいかい、こっちは黄色でこっちは白っぽい灰色のチューブだ。ウィーうわおいいね。さあ行こう。ほらこれを見て。ハンドルを右に回すとこんな風に動く。時計についてる針が動く方向と同じだよね。この動きを時計回りっていうよ。見えるかな。それじゃあ次は、わ、さっきとは逆だね。イエーイ。これは回転の向きが左だ。わかる？左だ、左。この動きを反時計回りっていうよ。うわあ。じゃあ次。うわあ、行くよ。うおお。もう一回。うい。よしと、こっちだよ。うわあ。よし。色を言ってみよう。赤色、灰色、緑色。おっと、間違った。緑色と言ったけど違う色だったね。これはなんて色？そうだね、これはオレンジ色だ。ほら隣を見て。間違っちゃったよ。これが緑色だ。やり直そう。よし、オレンジ色、緑色、赤色、灰色。はは、やったね。うわ、わあ。うわあ、見てよ、蜘蛛の巣みたい。まるで
蜘蛛の巣にかかった虫みたいだね。うわー、助けて。面白い。うわ、はっ、うわ、イエーイ。いい感じだ。わあ、かっこいいね。これはなんだろう。うわあ、これは滑り台だ。いいね、最高だよね。上から出発して一気に重力で下まで落ちる。滑り台の傾きによって滑り落ちる速さも変わるんだ。他にもいろんなことで変わる。摩擦や風の速さや抵抗とかでね。とにかく今からすごく速く滑ってみるよ。さあ行くよ。3、2、1。うわあ、やったね、最高だったよ。滑り台って大好きなんだ。とっても速かったよ。それと勉強も大好きさ。ふふう、僕が飛んでるのはトランポリンだ。ふふう、ねえ見て、すごく高く飛ぶよ。わお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 。次はすごく低く飛んでみよう。いいね。ふふう、ウーフはとっても楽しかった。一緒に楽しく学んだね。わはう、あは、イエーイ。楽しんでくれた、よかった。僕もだよ。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃまたね、バイバイ。うわははは、イエーイ。さあ集まれ、楽しく学ぼう。心を躍らせ、名前を呼ぶよ。